ちょっとサイドですね。3周ぐらいやっても可愛いです。こんな感じで。こんにちは。スタジオアクア新宿店ヘアメイクの大内奈です。今日は、キヌージョのカールアイロンを使ってご自身でもセルフアレンジでも活用ができる可愛いローポニーを作っていきますのでお願いします。最初にトップの毛をコテを使って巻いていきます。この時にカールを入れたら毛束をちょっとこう抜くように巻いていきます。で、大体3箇所ぐらいで大丈夫です。大体真後ろとちょっとサイドですね、巻いて抜いていきます。巻いたらサイドを残して縛ります。下の方で結んでください。で、巻いたところを軽く優しくですね引き出していって、巻いてないところもゴムのここのテンションがあるので少しずつ引き出して全体のボリュームを出していきます。こんな感じで。で、今度ここのゴムをちょっと隠したいので下の毛束を持ってきてねじってゴムにこう巻きつけていきます。3周ぐらいやっても可愛いです。こんな感じで。で、ここでまたゴムを結んでいきます。だいたいねじねじしたちょっとこう下の位置ぐらいで、ちょっとここのゴムはきつめにしてください。で、ゴムをちょっと隠すようにねじった毛束をちょっとこう引き出していきます。ちょっとこうポコポコポコっていうシルエットがすごい可愛いのでゴムはちょっとしっかり締めてあげてください。あとは下の毛先をまたこのカールアイロンで軽くランダムに巻いていきます。はい、そしたらサイドも巻いていきます。ちょっとミックスで軽く熱を入れてで抜いていきます。で、ちょっと内側に巻いたのでこっちは反対に後ろ向きに巻いてください。だいたいサイドも巻いていったら少し顔周りの毛を残していってねじって後ろに持っていきます。ねじったら一回止めておいてください。反対側もちょっと奥で毛をねじっていきます。で、左右のねじったこれを一緒に持ってきてゴムで結びます。この時にねじねじが取れないようにゴムでしっかり結びます。で、ちょっとギュッと締めてからこの後ろのデザインに合わせつつサイドの髪もちょっと引き出していきます。毛束の外は内向きに巻くと広がりが出るの で毛先までしっかり熱を入れて、あとは中の部分は見えなくなるので表面の毛だけ巻いていきます。で、この時もグリグリに巻くとセットしたような雰囲気になってしまうのでゆるくで大丈夫です。あくまでもおしゃれしてお出かけするようなイメージですね。毛先とかも軽く1カール2カールぐらい熱を入れて巻いていきます。顔周りの巻き方は一番顔に近い部分は外に1カール。で、これまたミックスで巻いていきます。もう一つの毛束は前方向に。だいたい3分割ぐらいして、で、またこっちの毛はリバースで外側に向くように。こういう感じ。反対側の毛も同じように巻いていきます。ちゃんとこうコテをスーッと滑らかにスライドさせるとこのキヌージョのカールアイロンはすごいツヤが出るのでちょっと意識して使ってみてください。